右から田中圭太、大城、二階堂、ぬくい。10番アンカーの位置には節制、インサイドハーフ東出と福岡院、3トップ右に富樫、左に小沢、1トップ田中翔太というメンバーを予想しています。ディフェンス3倍、右から田中陸、山下、高野。アンカーの位置には累積で出場停止となった西山に代わり徳永が今日は入ります。インサイドハーフに牧山と前田、ウィングバック右には加藤、左に橋本、そして2トップには藤沼と今日は伊藤が入ります。いいボールが来て最後合わせていったのは9番の藤沼拓夢でした。素晴らしい鋭いボールが入ってきました。今シーズンはその SC 相模原からこの鳥取に移籍してきた抜くい。さあ富樫が上がる、持ち上がる、右15番の東出、直接打った、キーパーの正面。前半の16分を経過したというところでした。決定機を作ったのはガイナール鳥取、9番の富樫、このハーフウェイラインから持ち上がって、さあここもうまく体を使った富樫、左小沢、中央には田中、さあ小沢切り返して6番の徳永の対応、抜くいからダイレクト、ゴール前この位置で打った、右に外れました。最後打っていったのは14番福岡院誠、8番の橋本この位置、15番前田、中央一旦山下、高い位置に残っています。さあ前田へボールが通る、上がった、決めた、決めたのは2番の加藤、相模原が先制です。前半の34分、2番の加藤大輔、3試合ぶりのゴール、今シーズン2点目。4番の山下、15番の前田、上げたボール、最後競り勝ってゴールを決めたのは2番の加藤大輔でした。なんとかボールを残した鳥取、しかしここはパスが乱れて、相模原、前田から左、高野、中央には藤沼を狙って桜庭が抑えています。その大城、8番の橋本がマンマーク、その大城が打って、最後合わせていったのは9番の富樫だったが、この苦悶の表情。6番のぬくい、縦を使う、さあゴール前だ、持ち込んでこの位置から田中、田中打った、ボールポストの上、東では使わない、この位置でボールを奪いました相模原。さあ抜ければカウンターになる、さあゴール前、スピードが速い、ゴール前だ、高野が打った、桜庭が防ぐ、まだある、17番の伊藤出してコーナーキックとなりました。スピードを見せたのは16番の高野亮、中に来て4番の山下、さらには牧山、後半の12分、牧山光成 J 初ゴールを決めました。アウェーに訪れた相模原サポーター、相模スタの前で J 初ゴール、前田が上げたボール、4番の山下が打ってこぼれたところ、大卒2年目牧山光成 J 初ゴールです。もう前から仕掛けていく三木直人、ここは10番の高木、ボールが渡る、右よく見ていた橋本からクロスが上がって、高木ポストに当たる、まだある、最後は押し込んで3点目、伊藤が触っていたでしょうか、相模原後半2点を追加して3対0。なんとここまでなかなか得点を取れていなかった相模原、これがリプレーです。8番の橋本から最後上がって高木のヘディングはポスト、
接いった。合わせた、上げたボール、ゴール前、セセのヘディング、ポストの上でした。田中陸、ワンタッチでつなごうというところですが、さあ前を向いた宮田の打った、宮田が打ったがよく三浦が防いだ。さあアディショナルタイムの5分が経過しています。今試合終了のホイッスルが吹かれました。 J3 リーグ第14節ガイナーレ鳥取対 SC 相模原の一戦、終わってみれば3対0、相模原が勝利を収めています。